こんにちは日口一を咲くうつせみの3回目をお送りします気分優れて良き時は三つ子のように父母の膝に眠るか白紙を切って姉様のお作りに余念なく物を問えばニコニコと家へ見みてただ「はいはい」と意味もなき返事をするおとなしさも。 京風一陣小連れを動かして来たる気の立った折には「父さんも母さんも兄さんも誰もご庄顔を見せてくださるな」とて物陰に潜んで泣く声は腹綿を絞り出すようにて「私が悪うござりました」「堪忍して堪忍して」と繰り返し繰り返しさながら目の前の何やらに向かってわびるように言うかと思えば 今行きまする今行きまする私もお後から参りまするとて日のうちには守りの暇をうかがいて駆け出すこと二度三度もあり井戸には蓋を置き切れ物とてはハサミ一丁目にかからぬようとの心配りも危うきは病のさする技かもこのかよわき娘一人取り留むることかなわで 勢いに乗りて駆け出す時には大の男二人がかりにても難しき時のありける本宅は三番町のどこやらにて表札を見れば「うんあの人のうちか」と仮点の行くほどの身分今さらここには言わずもがな名前の恥ずかしければ病院へ入れることもせで医者は心安きを招き 家は僕の多地というが名を借りて心任せの養生一月と同じところに住まえば見るもの残らず嫌になりて次第に病の募ること見る目も恐ろしきほどすさまじきことあり当主は養子にてこれこそは家につきての一粒ものなれば父母が嘆き思いやるべし。 病に伏したるは桜咲く春の頃よりと聞くに、それよりのう夜、まぶたを合わする間もなき心配に疲れて、老いたる人はよろよろ、たよたよと、ふたりながら力なさそうのむす娘が病のにわかに怒りて、私はもう帰りませんぬ、とて駆け出すを見るおりにも、あれあれどうかしてくれ、たきち、たきち。 と呼び立てるほかには、何の能なく情けなき体なり。今日はここまでといたします。ありがとうございました。